腹に腹だね持ってたんだろうな。日の丸に寄せ書きされた激励の言葉、戦地に向かう海軍兵士に送られた日章旗です。昨日その兵士の故郷雨竜町で遺族のもとに返還されました。こうして日章旗が帰ってきたことは大変嬉しく思います。日章旗の持ち主だった岡村康平さんは1944年にニューギニアで命を落としたといいます。38歳でした。日章旗は日本兵にとってのお守り代わりでしたが、当時のアメリカ人にとって敵軍の旗は一番の戦利品とされ、持ち帰ることは名誉なことでした。今回日章旗を返還したのはアメリカロードアイランド州に住むジェームズ・ルイスさん。ジェームズさんの父ポールさんはアメリカ陸軍兵としてニューギニアなど南太平洋で従軍していた時、岡村さんの日章旗を手に入れたとみられています。Knives and swords that he had collected while he was in the South Pacific. ポールさんが亡くなった後、遺品の中から日章旗が見つかったそうですが、それまで家族もその存在を全く知らなかったと言います。We never knew what the significance of these flags were because my father never spoke of his war experiences. These memories were quite painful for him.So he put them away. この旗を兵士の家族に返したい。去年ジェームズさんは日章旗を遺族に返す活動をしているボランティア団体に捜索を依頼。今年7月に岡村康平さんの息子義人さんにたどり着きました。この返還活動っていうのは日本のご遺族に対してその心の安らぎであったり、戦争への何らかのそのけじめであったり、いろんな思いを断ち切る次に進むためのイベントだと思ってたんですけれども、米国側にもやはり戦争で傷ついた心を癒すために何かしらこう日本へと和解をしたいという気持ちがですね、非常に大きいんですね。ニューギニアからアメリカを渡り77年かけて家族のもとに帰ってきた日章旗。自分としても一つのこれで区切りがつきます。帰ってきたということは大変自分たちにとっては最高の幸せですね。